フィリップル・シャンスリエは13世紀初頭のパリ大学の学長で哲学者、詩人。フィリップはピカルディ地方のノワイオンの副司祭を務めた。この地はかつてシャルル・マーニュが768年にフランク王国の国王として、また987年にユーグ・カペーがフランス王国の国王として大冠式を行った由緒ある地である。その後二百十七年頃から、 パリのノートルダム大聖堂の小書局の長として就任した。シャンスリエドはこの役職のことを指す。この職はまた、パリ大学の学長も兼ねていた。ノートルダム大聖堂の付属学校に期限を持ち、1215年頃にローマ教皇インノケンティウス三世の許可を受けて、大学として発足したパリ大学は、ノートルダム大聖堂つまり、パリ司教の管轄下にあって、 フィリップが就任した頃は、自治権の拡大を要求する教師や学生たちと、それを拒むノートルダム側との対立が生じていた。当初フィリップは、ノートルダム側に立って、自治権を要求する、者たちの大半を破門したらしい。これに対して、当時のローマ教皇ホノリウス三世から、回復命令が彼に出されたが、解決には長い年月がかかった。さらに1229年から、 パリ大学は市民と学生の間に生じた揉め事を発端としてストライキに入る。フィリップは今度はパリ大学の教師や学生たちとそれを後押しするローマ教皇側に立って影響力を残そうとするパリ司教や宮廷と対峙した。結局1231年にローマ教皇グレゴリウス9世が教書を出して止めさせるまでストライキが続いた。この間にフィリップはローマへ この収集を図るために旅行した際、アリストテレスの著書の新訳を行っている。ジョン・グルールたちの集まりに出かけて歌い、ビエラを演奏した。と、同世代の詩人が書き残しているほどに音楽好きで、あったらしい。58曲の単語へコンドゥクトゥス、9曲の多声、コンドゥクトゥスがフィリップのものとされているが、曲はすべて既存の旋律を利用したコントラファクトムであり、 作曲はしなかったようである。ノートルダム学派のペロティノスをよく知っていたと思われ、ミサのオフフェルトリウムもしくはコンムニオの代替曲と思われるベアータ・ビシェラなどいくつかの二人の共作と思われる作品が残されている。さらに、フィリップの作品と思われるラテン詞の多くがカルミナ・ブラーナ等に残されている。ありがとうございます。